こんにちは、こんばんは、ジンです。今回はブランキーシェットシティさんのプラネタリウム、こちらのリフを取り上げていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まずは一度弾いてみたいと思います。こういった感じのリフになります。今回のリフで大事になるのはオープンコードです。オープンコードというのはどういったものかと言いますと、例えばこういった形の C コードであるとか、 Am コード、 Bm コード、 G コードなど、こういった開放弦を積極的に取り入れたコードフォームをオープンコードと言います。オープンコードというのはどちらかというとアコースティックギターの弾き語りなどで多く使われるんですけども、もちろんエレキギターでも使いますので、今回はまずはオープンコードから覚えていきましょう。今回ですね、使われているオープンコードは3つです。まず1つ目のコードフォームはこちら、E コードになります。指の押さえ方はですね、特に決まりはないので、例えば小指を残してこういった感じの押さえ方でもいいですし、いわゆる F コードをそのままずらしたような、はい、人差し指を残したこういったコードフォームでも問題ないです。次のコードフォームはこちら、 G コードですね。これもですね、特に指の押さえ方はですね、どういった押さえ方をしても問題ないんですけども、6弦中指、5弦人差し指、6弦を薬指か、小指の押さえ方が押さえやすいんじゃないかなと思います。最後のコードはこちら、 A コードになります。 A コードはですね、いくつか押さえ方が考えられるんですが、まず一つ目の押さえ方として、人差し指を使わずこういった押さえ方、これはですね、いわゆるB コード、これをそのまま下ろしてきたような考え方になりますね。2つ目の押さえ方は小指を使わずにこういった感じの押さえ方ですね。最後の押さえ方としては、人差し指1本で、はい、押さえてしまう方法があります。こう押さえ方にいろいろなパターンがあるんですけども、例えば人差し指1本で押さえてしまう方法、はい、これですと押さえ方が楽な分、1弦の開放弦をちゃんと鳴らしづらい。押さえ方に慣れてくるとですね、この指の反らせ方などで開放弦だけは押さえていないなんてことも可能なんですけども、慣れないうちはですね、はい、弦を一本一本押さえた方が確実に開放弦も含めて鳴らすことができます。今回の震えにおいてはどの押さえ方で押さえても問題ないので、押さえやすい形で押さえていただければと思います。 A コードで注意点を挙げるとすれば、6弦の開放弦をミュートしておくということです。例えば人差し指1本で押さえる、このフォームで押さえた場合に6弦の開放が鳴ってしまうと、6弦の開放弦も A のコードトーンなんで問題ないんですけども、ルート音を一番下に置いた方が基本的にはコードは綺麗になりやすいので、6弦の開放弦は親指を用いて、はい、親指を用いてしっかりミュートしておく方が綺麗に響くと思います。今回はこの3つのコードを用いて各コードの必要な弦だけを弾いていくような形になります。フレにするとこういった感じになります。譜面にするとですね、音数が結構多くてごちゃごちゃしてしまうんですけども、分かりやすいようにブロック単位で区切ってみるとこういった感じになります。赤枠で区切ったところをこうループさせるような感じになります。そしてこのフレの中で出てくる×印ですね、こちらブラッシングという奏法になりまして、弦を押さえずに弦を触れただけの状態で弾く奏法になります。例えばですね、最初の1音目 E コード、はい、弦を押さえて弾くとこういった感じになるんですけども、弦を押さえずに弦に触れてるだけの状態にするとこういった感じですね、実音が出ずこういったパーカッシブな音が出るかと思います。バッテンのところは基本的にこのブラッシングというパーカッシブな音でこうリズムを前に押し出していくような形になります。ではこの赤枠をゆっくり弾いていきましょう。
こういった感じになります。コードからブラッシングへのこのフォームチェンジが間に合わないという方はですね、例えば、E コードを押さえている状態からブラッシングのフォームをこうではなく、違いが分かりましたでしょうか。できるだけ今押さえているコードフォームに近しい形で弦を止めてしまうと、まあ、要は全ての弦に触れていればいいので、こう触れていてもこう触れていても結果的にはどちらも音は止まっていますので、そういった感じでできるだけその時に押さえているコードフォームから近しい形で弦をミュートしてしまう方がコードフォームとブラッシングの移動が最小限で済みますので、スピーディーなコードフォームのチェンジが可能になります。赤枠後半部分では一体どういったことをしているかと言いますと、コードでいきますと、はい、E、G、A と動いているような形になります。分かりやすいようにこちらのスコアにコードの動きを付け足してみるとこういった感じになります。コードが G のところでは2から4弦の開放弦、これ何かと言いますと、冒頭で出てきた G のコードフォーム、こちらの2から4弦、これ開放弦ですよね、ここだけ弾いているような感じになります。そしてコード A のところでは2から4弦の2フレット、これもですね、冒頭のコードフォームで出てきた A コードの2から4弦だけを弾いているような感じになります。これをですね、全ての弦で弾こうとすると、はい、少しですね、手の移動が忙しくなりますので、今回のように2から4弦だけを使えば左手の動きが小さく済みますので、今回のような速いコードチェンジにも対応することが可能になります。赤枠を繰り返した後に最後に出てくるフレーズがここも最後 G、A、G とコードが動いていくんですが、オープンコードをそのまま弾いてしまいますとコードチェンジが非常に早いので、全ての弦弾こうとするとですね、少しちょっとギクシャクした印象になってしまいますので、ここもですね、先ほどの赤枠で出てきたところと同じように、例えば G コードだと2から4弦の開放弦だけ、 A コードも2から4弦の2フレットだけ、コードフォームの一部だけを使って弾くことで素早いコードフォームに対応させているような形になります。そしてここも非常に大事なポイントなんですけども、今回のフレの中でグルーヴを出す重要なポイントが一つあります。それはこのフレの中のバツ印、ブラッシングのところですね。このブラッシングなんですけども、私今ちょっと適当にブラッシングしてるように見えて、少し意識してる点がありまして、左手は動いていないんですが、右手で低音源のあたりを弾いているのか高音源のあたりを弾いているのか、それで使い分けています。例えば右手を一定で弾くと、これはこれでですね、ストレートな印象が出ていいかと思うんですけども、これに対して右手を低音源のあたりを弾くのか高音源のあたりを弾くのか、これを使い分けて弾くと、低音源がドラムのキック、高音源がスネア、そういった感じでこのブラッシングの中にもドラムのキックとスネアのような抑揚をつけることでグルーヴが生まれて、よりクールな響きに変わると思います。一見ですね、オープンコード3つだけのリフですというとシンプルなイメージになるんですけども、突き詰めていくと、しっかりとしたグルーヴを出すのは非常に難しいフレーズにもなりますので、ゆっくりのテンポから何度も何度も弾いて聴き手が踊りたくなるようなグルーヴを出していただければと思います。今回は以上にしようと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録いただけたら励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。